セキセイインコアロちゃんの様子です。ちょっと体の膨らみは取りできてますよね。あーちゃんシュッとしているね。でも今31度の 54%。 で、ね、31度のこれぐらいです。こんな感じでね、もわっとした感じ、はい、でこんな感じでちょっとシュッとしてたら、うん、メントレン取りたいですね。で中の様子をちょっと見て、それでちょっと薬を処方したいと思います。薬決めたいですね、はい、で夕方ってもう一回来てもらっていいですか、はい、5時から7時までもう一回来てください。その時にいつも食べてるご飯さあ、預けました。袋持ってきます。あ、袋ね、そう、袋が見たいです。はい、袋の中身をちょっと見たいな、うん、あ、うん、少しは持ってきてみるわ、ご飯。ブレークは多分ないです。白いの多分ないから入ってなかったです。多分ないです。何やって入ってんの。先生のホームページ見て、カルシウム不足かもしれないと思って、イカの方とかも買ったり、あと含まれてる泡玉とかもいいカルシウム豊富だから、すごい好きなんですよ。今泡玉しか食べない感じ、